イエーイ。チョコボール、はい、500個やったじゃないですか。金の缶届いたでしょ。届いた、金の缶缶届きましたよ。あれどういう缶か知ってます？俺ずっと昔から小学校の頃から欲しい欲しい言ってて、いざ手に入ったけど、あれ缶ってなんだって。確かに俺なんかあの缶は何、なんか物入れて電池入れる。そう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 、電池入れる。要はこれよね。うん、飾るみたいな。あ、まあそうだね、存在かと思ってた。あれで、でいざ届くやん、うん、遊び方30種類って書いてあるの。そんなあんの？確かにちゃんと見てなかったもんね、届いてから一回も見てない。シシ、はい、こちらなんですけども、おい、開けていきましょう。確かにデンジロー先生監修書いてあるわ、ね、これもうずっと気になってた、小学校から。うん、あれ届いたら何になってきるんだろうって。でも変わってんじゃない？昔は本当にカンカンだったの。マジ？すごい、説明書とかも来ました。初お披露目ですね。どうぞ。いいですか？来るよ。来たー。なんか予想と違え。カンカン予想と違え。お、お、逆に光る。こっちだと青で、後ろだと赤。面白いな。いやいやいや、全然面白くない。カンカンになんのかな、ね、いや、だけど、あ、おー、びっくりした。やらかしたかと思った。プロペラ、プロペラある、風船もある。ちょっと待って、これなんか回したら膨らむとかあんの？すごっ。乗り物も出てきた。モーターみたいなやつが。うん、板もめ。シシ。というわけで開けましたけども、はい、遊び方が、てか説明書多すぎて、ね、ほんとだ。小学生だったら夏休み終わるぞ、これで。めっちゃあるじゃん。ちょっと待って、30個あるよ。ほら見て、これめっちゃめんどそう。これめんどそうから入るんじゃない？めんどそう。めっちゃめんどそうだよ、これ大人向けじゃないんだ。これ大人向けじゃない。風船のやつやってみたいな。こうモーターが押して、はいはいはい、裏に光る動くっていうのがあるんで、うん、これを動くにする。うん、え、なに？おおおお、動いてるな。1個目ね。これ1個、え、これ1個、うん、ハオリー。外してから動くとかではないの？うん、ギョーンって言って、もうそういくしか。そんな馬力ない。馬力22。なるほどね。じゃあこれで1個。ほんとだ、すごいね。なんかないと動かないんだろうな。ってなりつつ、ってなりつつ、ありつつ、はい、これで光る。え、うんうん、目が、はい、いきます。ゲーム考えました。じゃあ次回ここでやって。何をやるの。せーの、青光れ、赤光れ、赤光らせ続けて青光らせる。無理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 。終わりー。次、プロペラ。えぇ、ー、うん、プロペラ、うん、飛んでくんじゃないの、そしてこれ、そう、飛んでってアメリカで着地する。めっちゃ面白い、めっちゃ面白い。入ればの話なんだ。入ればの話なんだ。飛べばの話じゃなくて、入ればの話なんだ。段階がもう最初なんだよね。あ、そんな行く？そんなダメだ。あ、なんだ、これじゃない？はい、来ました。さあ、お、めっちゃ回る、めっちゃ回る。涼しくはない。あ、めっちゃ涼しい、めっちゃ来る。すごい、これ扇風、うちわより全然いい。うん、こういう軽い動力で涼しいもんだって、うん、相当動いてる。しかも光るし、え、しかも赤く目が。本当だ、だってこの労力がめっちゃ少ないじゃん。少ない、これより少ない。うん、これはマジでいい。シシ。めっちゃ面白いな。え、なになに、風船膨らませます。風船が落ちないようにこの風だけでこうやって。こうやって、いや、めっちゃおもろいじゃん。こいつを取って、こうやって風船を浮かせて、ここに着地させるんだって。めっちゃおもろいな、あった。いきますよ。はい、スタート。まあまあまあ。まあまあまあ、1回目だからね。よーい、スタート。おー、すごいすごいすごい、うわー、すごい。え、めっちゃ綺麗に回る、浮いてる。これ、いや、むずいね。だとしても俺が持ってた方がいいのかな。じゃあ、じいちゃん、カメラに映るように持ってて。いきますよ。おー、いいね。テーブちょっと、それ最初俺持ってる、最初俺持ってる。
はい。できそう。一番できそうだよ。めっちゃできそうよ。いきますよ。はい。意外と薄いのね。いいよ。うまいうまいうまい。いやもう地味。風船がめちゃめちゃ頑丈に作られてる。全然だもん。シシ。もう色が真っ白になるらしいけど、この虹色が。いきますよ。真っ白になった赤さん。真っ白だな。でも実は虹色なんです。なんだよこれ。なんだよこれ。確かに。すごい、めちゃめちゃ痛そうじゃない、ここ。絶対手切れるよね。こわっ。うわっ。ああ、いったね。ここにさ、カッターつけてさ、こうやって見とくなって。こわこわ。キョロちゃん。映画キョロちゃん。キョロちゃん。え、これとかもやったらなんか変わるんじゃない、もしかして。でもなんかこれで白になったらやばくない？え、すごい。これこれでなんか出てきたらすごいよね。すごい。いきますよ。こわ。真っ白だよ。なんだよこれ。しかもしなくても一緒だよ。次はこのプロペラ飛ばしちゃいましょう。友達怪我したし。友達怪我した。友達親指友達って言ってない。これ回しすね。ハンドルを時計回りに回して紙プロペラを飛ばす。あ、え、ここ曲げなきゃいけないんだ。いくよ。タイミング、タイミングがもうここじゃないところでパッてなんか押し出されたから、いけいけみたいに言われた感じが。頼む。なんで？なんで飛んだの？おお、すごいな。確かにこの時は離れない。これは離れない。突然止まるからなんじゃない？もしかしてこうやっていきなり逆回しにしたらめっちゃ飛ぶんじゃない？いや、うん、いやいやいや、あれ？あれ？いや、止まった時じゃない、やっぱり。回し続ければ多分止まないんだよ。いやいや、下手やったよ、今。なんかここじゃないんだよな、なんか行くぞーってところでなんか飛んじゃうんだよね。以上かな。いやいや、以上かな。ぬるっと終わるじゃん。じゃあキョロちゃんがリプライ来ないかなんか、楽しく遊びましたみたいな。あ、確かに。でさ、帰ってきたらちょっと最後使おうよ、動画の。これちょっとスカイピースアカウント送ろう。じゃあちょっときっと動画の最後はこうキョロちゃんからのリプライでこう幸せに終わってるって感じ。終わりましたね、これは。ありがとうございます。ありがとうございました。お仕事待ってます。お仕事待ってます。ありがとうございます。お待ってます。最後まで見てくれてありがとう。なんでキョロちゃんリップくんなんだくさー。忙しいよねキョロちゃんね。クイッタッチに明日のスカイピースは炊飯器でパスタを作ることができるのか。できた。そんじゃまた明日もよろしく。バイソンアタック。